奥村伊佐礼、奥村伊佐礼状況4年6月8日は、加賀藩年寄り、輝か奥村文家第二代当主。父は、奥村和忠。母は、成瀬義正の娘。性質は、横山道春の娘。子は、奥村徳明、奥村隆史奥村治武氏、東大寺金所院住職養成、野村慶礼、横山玄一室。陽明多久。 初、名は豊か。通称稲葉、息。郷号は、茂岡。漢鋭四年、輝か奥村文家の着難は中の子として、金沢に生まれる。数ただしは戦国で、前田光隆に仕えていたが、寛永十六年に病死した。寛永二十年、祖父奥村駅への家督と一万四百五十国の地業を相続する。女王元年、家老となる。万寿元年、 本田正長と共に、江戸城修復の会期を務める。万治三年、一持字組組頭となる。漢文元年、二千国加増され、六高一万二千四百五十国。上京三年、大年寄りとなる。上京四年六月八日没。京年六十一。家徳は、嫡男徳明が相続した。幕府の自身であった、林宝庫、木下淳安や、 水戸徳川家の客寺であった、朱春水を師として、朱子学を学び、読書抜け有録二巻の著作がある。佐藤総和流二階、金森方氏の門人であった。ありがとうございます。